熊本城特別公開第3弾の開始について発表をいたします。熊本城につきましては先週23日に特別公開第2弾の来場者の方が10万人を突破をいたしましたが、来年の春震災から5年という大きな節目に天守閣が完全に復旧をいたします。これに伴いまして熊本城特別公開第3弾として令和3年4月26日月曜日から天守閣内部を一般公開することといたしました。こちらです。熊本城の復旧につきましては、震災直後から、全国各地から特段のですね、温かいご支援をいただいておりまして、改めて全国の皆様方に心より御礼を申し上げます。また、天守閣内、新たに、完成します天守閣内では、触って、楽しめる模型や、字幕入りの映像ナレーションの導入など、ユニバーサルデザインも取り入れて、リニューアルをいたしました展示内容や、大天守最上階からの景色をお楽しみいただけるようになります。合わせて、現在日曜祝日限定で公開しております西出丸から、頬当て御門、後を通り、天守閣前広場に、至る見学ルートにつきましても、同日より、原則として毎日公開をし、公開中の特別見学通路と合わせて、重要文化財建造物の宇土櫓なども間近からご覧いただけるようになります。なお公開にあたりましては来場者の方が密にならないよう配慮するなど新型コロナウイルス感染症対策を十分検討してまいります。熊本城の復興は震災復興を象徴するものでございまして、ぜひ多くの皆様にこの堂々たる天守閣の姿を見ていただき、活力を取り戻した熊本をぜひお感じいただきたいというふうに思っております。次に熊本城の夜間公開についてご案内をいたします。すでに報道資料等にてご案内をさせていただいておりますが、11月20日金曜日から12月6日日曜日までの17日間にわたり熊本城を夜間も見学できるようになりますので、改めてご案内をさせていただきます。モニターをご覧の通りですね、本丸エリアのこの夜間公開は地震後初めてでありまして、また特に特別見学通路のこのライトアップというものが今回初のお披露目ということになります。また特別見学通路からこの見える石垣、あるいは紅葉する木々のライトアップや二の丸エリアに設置をいたします竹明かりなど幻想的な空間を演出をすることとしておりまして、日中にご覧いただく姿とはまた趣の異なる熊本城の姿をご覧いただけるものと思います。合わせて秋の熊本お城祭りとして旧細川御武邸のもみじライトアップや熊本城域をめぐるウォークラリーなど周辺施設と連携をいたしました城明かりを開催いたしますので、ぜひ多くの皆様に秋の夜の幻想的な熊本城をお楽しみいただきたいというふうに思います。詳細につきましてはお手元の資料をご確認ください。